止まったね今。止まった。眠いよ。そう、今日頑張ったからね、眠いのよ。しかも今ね、こたつの布はないんだけど、こたつの机があって、電池つけたから足元がねめっちゃ温まってるんですよ今。寝るよね寝るよね、そりゃ寝るよね。部屋にこたつはいくつあるの？1個ですよ部屋にこたつ何個もあったらやばくないですか？家に？部屋に？家は2つかな？わかんない。つけない？布ないけど。こたつってつけるよ、あったかいもん、それだけで。ぬくぬく。でも布がないとあれですよ、こたつつけても出られないとかっていう概念がないから、もう出てるからもう出てるからさ、布がないからさ出てるじゃん全部。だからね、出られないがないだから意外といい、おすすめです、布なしこたつ。うん、おすすめです、はい、ここに布あったら多分寝とる、ショールーム中に寝てる。でも部屋が温まりますね、布ないと。そうだから出てくからさ、部屋が暖かくなる。うん、気の持ちようですけど気の持ちようですね。でも足があったかいからね、良きです。こたつのテーブルには災難よけ神です、こたつに神。でりーん、神です。燃えないように守ってくださってる神様。ちゅくちゅ立て祭る神、神です。今日もいい天気でしたね。はい、神です。みかんはないです。今日ミスしたらモザイクかけといてくださいね、皆さんとて。紙高いところに置いとかないといけないから、後で天井に貼り付けよう。嘘だけど眠い
ナム写真飾ってるの怖いじゃん。疲れちゃった。昨日ね、なんかもう見るものないなって、まあ、私アベマ TV 入ったって言ったじゃないですか。アベマ TV 鬼滅見るために入ったんですけど、あのアマゾンプライム入ってて、私もともとアマゾンプライムに鬼滅あったんですよ。だからあのアベマ TV 入らなくても見れたんですよ普通に。だからアベマ TV に入ったのが、まあ、ちょっと悔しくて悔しくて、あの M 愛すべき人がいてを見たんですよ。でそれ見たんですけど、なんかまだちょっと悔しくて、スーサイドスクワット見てます今。何見よう、あとなんかちょっとアベマ TV にしかない面白いやつないですか。ちょっと悔しいので見なきゃ。元トロッとするしますよ。充実してた方がいいじゃないですか、人生って。でも一回入ったことあるみたいで、もう手遅れなんですよね。だからそうそうそう、楽しく生きたいじゃないですか。だからそのなんだろう、そのね、もう後悔してもダメですからね。それそこからあのいかにどう楽しむかっていうのがね大事ですよ。そう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 、なっちゃった。ブルー。あ、オオカミちゃんには騙されない。なんか私あれいつも1話には見るんですけど、もう3話から見なくなっちゃうんですよ。いつもそう。いつもそう、なんかね、まあいいかってなっちゃう。ジョジョはあれじゃないですか、ネットフリじゃないですか。そう、なんかパッパッパーって終わってくれるやつじゃないとね見れない。明日は、うん、普通普通起きです。普通起きだから今日は頑張りました。今日頑張ったら、だって明日普通だから、普通に起きてお仕事して帰ってきて、そうショールームして、おあちんちこちんしてショールームして映画見て、完璧完璧じゃないか、完璧じゃないか。行って帰って配信して、行って帰って配信して、で明日は、うん、お昼からねお仕事あるんですよね。お仕事して帰ってやって、ヘイヘイヘイって感じです。うん、結構移動するかも明日は、私が。アイス食べたい。してないの珍しいですか。そう、なんかね消えちゃった。消えちゃった、どっか置いたら消えちゃった。しまったのかな、あそこのケースに。そう、今ねめっちゃね置いてあるんですよ、物が。そう、8人公演の立ち位置表と問題集2つと、なんだこれは、
そう。ノースフルクリーム、ちょっとねあれでした、私は食べたいと思った。なんかつけるじゃん、うん、めっちゃぐちゃぐちゃだけど、このねこういう、え、偉くないですか、大きい大きいやつはこうちっちゃい袋に入れて、なんかうえってならないようにしてあるの。そうそうそう、まあ、でも別につけなくてもいいしな、出かけるわけじゃないしそう、ちゃんとぶつられてしまいますよ、イエーイいや大丈夫かな、大丈夫かな、事故ってないですか。足が痛いんですよ、足が痛いの、動いたから、動いたから痛いの、うーん何分からやったっけ、ショールーム配信、髪の毛伸びないかな、今日縛りたいなって思ってね、こう今日この髪型にしよっかなみたいな、この髪型でできますかみたいな言ってたらね、できんかった結局ストレート。22時からやったの、じゃあ一曲歌うかマジマジ今日やばいんじゃない、本当になんか何も考えてないもん今日今日何も考えてないよ、一曲歌おう、何も考えてないから、時間はあるんだけどね、時間はあるんだけど、その私の細胞がね、あ、なんですよ、もうすぐお年でタイムが来てるのでちょっと押してるんですよ、あの細胞たちからすると今日ちょっと大一とかを押してるよみたいなカラフル配信しましょう。どうですか、どうですか、一回切りました、一回切ってしまった。さあ、てさてさて、今週のサザエさんは何がいいですか本当に今日やばい、疲れてる、疲れてるテンション、こんなさないですよね。眠いから眠気覚める曲にしようよ。おばあちゃん。おばあちゃん、体力をあんまり消耗しない曲にしよう。カラオケ配信自分からしといて、体力を消耗しない曲がいいとか言って、許さん。何にします？眠いよ、起こして、起きて、起きなさい、
すごい、みんなどんどん曲出てくるね。何曲知ってるのみんなは。顔多分ね、100ぐらい100ぐらいしか知らん。眠いね。なんかないかな。なんかないかな。いやね、探してる今ね、探してるんですけどね。ラまで来ちゃった。ないな。 SKE の曲で探すか。眠いから、眠いから、これ歌えるかな。眠いからこの曲にします。歌えるかわかんないけど歌えるかわからん曲多くない？起きるんじゃない？これは。今僕たちは校舎の屋上に集まり、夜明けが来るのを一緒に待ってた。そう、星もない暗闇、段ボールを敷いて未来を語り合ってた。大きな悲しみ、途方に暮れた日々にいてもたってもいられなくて、明日の光を探しに来たんだ。希望をください。君がいて、僕がいて、彼がいて、彼女がいて、東の空が白んで新しい朝が来る。涙して抱き合って肩組んで前を向こう。兆しに照らされて僕たちはもう一度強くなれるさ。もうこの街は目覚めて動き始めたんだ。なくした時間を取り戻すように、ほら変わらない太陽を、みんなで手を伸ばせばぬくもりつかめるだろう。ものさ、自分の心を信じてみようよ。力をください。君のため、僕のため、彼のため、彼女のため、優しい風が吹き抜け、輝いた今日が来る。生きること感謝して巡り合い、愛し合う。僕たちはいつだって一人じゃないさ。
がいて、彼がいて、彼女がいて、東の空が白んで、新しい朝が来る。涙して抱き合って肩組んで前を向こう。東は地図になり、僕たちは夢の道、諦めないよ。ありがとうございました。ということで1ありがとうございます、2ありがとうございます、3位ありがとうございます、4位ありがとうございます、5位ありがとうございます、6位ありがとうございます、7位ありがとうございます、8位ありがとうございます、9位ありがとうございます、10位ありがとうございます、11位ありがとうございます、12位ありがとうございます、13位、13位はみえ、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ランキング外の皆様ありがとうございます。見えました。目が覚めたので見えました。はい、目が覚めたので、この後寝ます。ありがとうございました、皆さん。明日もね、頑張ってね、生きるんだよ。はーい。眠い。うん、明日はあのスカイチンチコチンがありますので、時間のある方はぜひご覧になって遊ばせ。で、その後のアフタートークも、何時からやるかわかんないんですけど、そのアフター、すぐやるか、すぐやりそうだな。すぐやりそうな気がします。はい。ショールーム配信が終わった後に、フューフューンってやるかもしれないので、そこはね、ぜひね、注意して気にしてくださってたら、ちょっと嬉しいです。ありがとうございました。メールを飛ばします、皆さんのところに、全メール飛ばしますので、はい、楽しみにしていてください。はい、眠いね、みんなも眠いね、起きててくれてありがとね、よく起きてたね、偉いね。ということで、おやすみなさい皆さん。やばい今日のテンション。バイ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 、みんなおやすみなさい。